舞台は味の素スタジアムです。ルヴァンカップ東京は1分け1敗、湘南2連勝でこの第3節を迎えました。バラダが前、持ち替えた福島、ボックス5人入った。湘南池田左足、右から揺さぶって最後池田が打ってきました。ここは大事なプレーだと思いますね。真ん中に今サイドバックの鈴木が入ってました。逆に外から三田が来た、三田入れた、ヘディング来たかな、クロスバー、決定機でした。 FC 東京、森重が1回中央に、おー入れ替わったぞ、阿部抜けて右足、こぼれ球にいい反応を見せました阿部、シュート。 FC 東京前半の終了間際39分、終盤のハードワーカー阿部による先制ゴールです。長いです、勝負した、もう一ついった、マイナスに入れた、三田のループ、際どいシュートでした、三田博隆。いや気持ちいいですね、このアイデアは。外側には永井がいます。ちょっと東のフリック不発、大橋横に流した、鈴木明人右足で狙った、最後は畑野が取りました。落とした阿部です。三田行く、三田が来た、三田が打った、コースが変わって FC 東京追加点、ドリブルから左足、三田博隆です。2対0、福島お、あ、チャンス、後ろから池田が来た、1点返しました湘南ベルマーレ。残り時間は15分を切っていますが、これで2対1です。試合終了です。ファイナルホイッスル、 FC 東京ルヴァンカップ今シーズン初勝利、湘南のルヴァンカップの連勝は2でストップ。2対1、東京が勝利を収めて公式戦これで5戦負けなしとなりました。ฝากติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube J League International ด้วยนะครับ Like Subscribe Get Push Notifications Like Subscribe Push Notification